皆さんこんにちは、木場克己です。ちょうどこの原作のですね、夢枕漠さんのエッセイがありまして、花歌舞伎よもやま話というものがあったんですけど、それを読んで泣きました。泣いたその時に電話がかかってきまして、このお芝居のオファーをいただきました。運命だなとつくづく思いました。安倍の生命さんは宮廷にも入るエリートですけど、芦屋道満さんはどうやら矢にいる、無頼の陰陽師のような気がいたします。ただ双方とも競い合っていますけど、なんかこう敬意というか、ものがお互いにあるようで、広政さんの方との友情とは別に、道満さんと生命さんの友情に似たものが生まれたらなと思ってます。このかけがえのないドラマを生む場所が舞台だと思ってます。そしてそのかけがえのないドラマを生み出すのは私たちの仕事です。このかけがえのない瞬間を味わいに、ぜひ足を運んでください。舞台陰陽師生成姫、2月22日から3月12日まで東京新橋演舞場、そして3月18日から24日まで京都南座にて上演いたします。劇場でお待ちしています。